影響を受けた、まあ、そういう感じです。何も覚えてない。次は誰だから中流階級ゾーン。よっ、大人気番組。はい、もうこのね、このチャンネルのもう一番続いているシリーズものとなってしまいましたけども、はい、皆さんこのね、くっそ暑い中スーツを着て今日もお集まりいただきました。今日のテーマはこちら、影響を受けた漫画。待ってました。よっ。なるほど。よっ。まあ、娯楽としての漫画と捉える方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、うん、最近の漫画は非常にこうメッセージ性の強い漫画もありますので、皆さんの、人生に刻み込まれた漫画というのをぜひ教えていただきたいなと思います。それでは皆さん、お手元のフリップ。好きな漫画じゃないですか、皆さん。影響を受けた漫画ですね。そうなんだろう、うんうん。好きな漫画は別にあると思うんですけど、ちょっと待って。すげえでっかい字でぐっさん書いてるから見えちゃって、ちょっと待って。はい。ということで皆さん、じゃあ一番手発表したい方、健太郎さん。おお。なぜかというと、あんま漫画読まないんで。なるほどね。大体。そうですね。まあ、限られてます、僕。まあ、その中でも、いいなと思ったのが、キングなんです。おお。気持ち悪い。はい、ちなみに、かぶった人います？あ、いない。キングダムかぶってない。はい、なぜキングダム？ありがとうございます。キングダム、これ何かというと、宗教の話で、まあ、7大国あるんですね。うん、まあ、これで、まあ、戦争して、まあ、どの国が一番強いかみたいなことをやってるんですけど、まあ、その中のその秦国っていうのがある。秦国の秦、主人公秦がいるんですけど、まあ、彼は下僕から大将軍まで駆け上がっていくストーリーが、うん、まさに僕だな。自分で、なるほど、自分で言おった。まあ、あの、どういう影響、影響は、あの、すごい僕、シーンと重ね合わせてるのが、やっぱ、バカというか、まあ、少年というか、まあ、そういったところから、なるほど、どん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 深みが増していくというか、うん、学んでやるじゃなくて、やって学ぶの人なんですね、シーンっていうのは。なるほど。で、とにかく、まずやる、まずやるを繰り返していく、うん、その経験から学びを得るっていうスタイルが、まさに好きだな。なるほど、はい、っていうなんかその真の成長がまさに自分もやっぱそういう成長の仕方をしてきてるんで、共感というか、なるほど、めちゃくちゃ影響を受けてます。はい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 、じゃあ次に、はい、影響を受けた漫画、はい、私の影響を受けた漫画は、じゃあ僕行きましょうか。はい、うんうん、はい、私はこちらです。ドン、テニスの王子様。めちゃくちゃ意外。スネーク意外だな。スネーク人の名前だよね、わざい。これ何の漫画かって言ったら物理を学べる漫画なんだ。え、そうなんだ。そうなんだ。そうなんだ。手塚さん。そう。まあ、物理学を真面目に学ぶんじゃなくて、もう物理の法則をぶち壊す漫画なんですよ。うん、え、それだと学べなくないですか。まあ、そういう感じです。まあ、え、どういう漫画かって、テニスって書いてあるんですけど、うん、影分身します。あ、びっくり人間みたいな感じ。人間が影分身したり、ボールが分身したりするんですよ。はい、物理学を超越した現象を、うん、テニスという一般的なものを通して見ることができるんですよ、うん、なるほど、なるほど、まあ、つまり常識なんかないぞとそういうことだ、はい、そんなこと考えながら作者も交渉なんだから、たけしのアイディアにつながってるみたいな。あ、そんな影響を受けた。何でも本当もうテニスじゃないんですよ。あ、でも初めて聞いたけどね。確かに、本当はスマブラみたいな戦い方してる。あ、それが好きなんだ。それがめっちゃ見てました、ちっちゃい頃。俺もめっちゃ見てた。しょうがないですね、7時半ぐらいからテレビでやっ、な、意味わかんなかったんですよ、もう後半。あ、で、なんなら見るのやめちゃったんですよ。あ、もう意味不明すぎて。でもそのぐらい印象残ってたんで、なんか昔のキャプテン翼みたいな感じですね。そうかもしれないですね。キャプテン翼もあの足の裏に一人ずつの双子が乗ってスカイラブハリケーンみたいな二人バーンって行く技してたんですよ。知らない、サッカー少年がスカイ…読んだもんね。いや、視界が一番怖い。なんでその技サッカー少年とか、そういう感じですかね。まその考え方ですね。ではお次の方、じゃあ僕行きましょう。はい、はい、僕の影響を受けた漫画はナルトです。あら、え、これはもう僕も読みなさい。見てなさそうだけど、ナルトです。髪型、かかし先生みたいなやつ。こう目をね、ちょっと変えたらじゃあ、はい、これナルトは、はい、でも僕、なんか主人公がボロボロになってる。またそこなんや。いや、きっとそうなんだ。ちゃっちゃうの口癖があのボロボロになるっていう、なんかあるんですよ。ボロボロになりたがるんですよ。しょうもろいな。孤独な一人からでもこう行きたいんだと強く決めて進んでいくけど、うん、ボロボロになりながら結局最後熱い仲間と一緒に成し遂げたいものを成し遂げるっていうこのプロセスがな
か好きっすね、うん、やっぱこういう漫画に触れるんじゃないかなって思います、うん、メジャーとか好きなんですけど、ああメジャーも、ね、だけだ、右腕ぶっ壊した後、うん、左腕でもまだまだ頑張るぞみたいな肉体破壊っていうか、なんかちょっとぶっ壊そうでしたよ、体をリセッサーさせながらボロボロになる、大丈夫ですか、ね、うん、じゃあナルトは結構有名だと思うんですけど、どのシーンが一番、ああ確かに、見たイタチがサスケに本当のことを言うし、お兄ちゃんは弟を本当は大事にしてたんだぜっていう、で一枚めくったサスケがめっちゃ泣く、わー懐かしい、1ページ、みんなわかるの、懐かしいですね、知ってる、いいシーンですよ、すごい、めちゃくちゃ最高です、全然わかる、もうあれそう、高校のハンドボール行く練習の前に泣きじゃくりながらあの練習に行った思いが、そんな好きなんだ、好きですね、これはだから結構好きな、でボロボロになるまで練習したんですね、そういうことです、印象に残ったシーン含めてやっぱチャオの生き様ちょっと出てるよ、確かに、うん、マジで、ね、愛と愛と裏側に愛とボロボロ、愛とボロボロ、愛とボロボロでは次、はい、じゃあ行きます、ブッドさん迷いました、一つと言われればこれっす、 GTO ぽい GTO 確かにぽいっすね、めっちゃ納得っす、ほんとに GTO、 でも漫画自体はもう俺らが多分生まれてくる、まあ、もうちょっと前に ね、 そうね、うん、やったけどやっぱりこれはかなり影響を受けた漫画です、そう、 どこら辺にですか、やっぱりこれ結局俺抽象度上げたら全ての人に可能性があるを信じてる男になると思ってて、これマジでなんで見ねえでもええねん、なんていうかな、これは後付けやで、後付けやけど、だから僕さ、グレイテストショーマンとかさ、そう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 、そういう不良たちをね、そう、すっごい不良の高校の、それが不良の先生が変わった方法で指導する、うん、そう指導するんです、で結局なんか大事に俺してるのって結局その裏側にある可能性見てたりとか、うん、不良の人もやっぱりそれなりのストーリーがあってそうなって違う方向行ってるだけでちょっと正したらいい道に行くっていう、なんかここの可能性を信じて向き合い切ってる姿が俺かっこいいな、だから俺昔になりたかった職業先生やって、あー、ブッサもね、この辺にグッサンが不良だった時の写真を、あ、そうですね、ちょっとじゃあめちゃめちゃ不良めちゃめちゃ不良だったグッサンがあれひどいからな、ちゃんとこんな今ね、しっかりしたんですけれども、昔はもう確かにちょっと投影してるかもしれない、当時俺ちょっと小学校高学年から中学校の時にこのエネルギーの使い方わからなくてちょっと道踏み外して言っていいよ、言っていいよ、確かにこれちょっとまあでもなんかやっぱそれって俺も本当はそうしたわけじゃないけど、そういう道しかその時はなんかこう生きる道がなかったみたいな、なんかそういうのもちょっとこう投影したのもあって、なんかそういういい道に引っ張っていく大人になりたいなって、これでめっちゃ影響を受けて、だから結局コーチっていうのは多分そこに繋がってますね、なるほどね、ぽいなぁ、ぽいっすね、いや私はですね、これです、世紀末リーダー、うわぁうわぁ、いいなぁ、名作、なるほど、これ名作、僕のそのふざけているところとかギャグの根本、ギャグを教えてもらった漫画が世紀末リーダーでたけしなんですよ、生まれて2日後には開脚前転をマスターっていうね、たけし小学校、ね、小学校1年生だっけ、たけしが小学校1年生でヒゲがすごくて筋肉もりもりなんですよ、あそこでもしかしたら筋肉もりもりがかっこいいなってね、ボンチューとかね、基本セリフが全部ふざけてるんですよ、だからあれがもう面白くて面白くて、漫画読んでて、声出して笑うだなんて、やっぱたけし、ほんと面白いんですよ、たけし。だからね、作者が残念ながらね、女子高生とね、やっちゃって、逮捕されちゃったんですけど、それは逆にね、みんなの笑いの基準っていうのがあると思うんですけど、小学校、低学年ぐらいの時に皆さんの面白いという基準が多分できたと思うんですけど、そこに多分入っちゃったんですよね。これとか、すごいよ、まさるさんとか。うわここにこういうのつけると髪が伸びるっていうのはすごい面白い漫画なんですけど、知らないから、まさるさん、まさるさんすごいよ、まさるさんと、これ多分見てる視聴者層の人僕と同い年くらいいるんで、多分まさるさんとたけしはね、僕らの笑いの軸を作ってくれたぐらいの感じだと思うんでね、すごい重要な漫画でございます。いや、いいな、いいな、笑いだけじゃなくて軸通ってるもんな、結局な、男としてのなんか筋肉とね、はい、すいませんでは、秋元さん来た、いつも鳥だ、あ、これね、チですね、何これ、俺知らん、チ、チ、これは面白いですね、最近ちょっと話題でしょ、あ、そうなんだ、はい、そう、これ何かと言いますと、何の漫画ですか、昔天動説が主流だったんです、地球が世界の真ん中にあって神様が僕たちを作ったんで、神様が地球を真ん中にして地球の真ん中をもう星たちが回ってるっていう解釈だったんです、なぜならば神がそう設計したから、でもよく観察すると
地球が真ん中じゃなくて地球が太陽の周り回ってんじゃねっていう気づいた人たちがいるんですよ。でそれを証明しようとするんですけど、天動説を証明するっていうことはすなわち神を否定することになるので、それやったらもう危ないやつって処刑されまくってたんですよ。たとえ殺されようとも真実を追求するっていう。もう本当僕らは今何研究しても大丈夫な時代なんですけど、当時そのキリスト教を否定するようなことっていうのは本当とっ捕まって殺されちゃう中で、どう考えても星の軌道がおかしいって気づく天才がいるんですよ。そこをこう戦うところ、しかも何世代もあるんですよね、これね。そう。もう何世代も何世代も殺されてたけど、そいつらが証明したことを次の世代がこう受け継いで、どんどん証明していく。主人公死んじゃうんですよ。主人公、あんなこと4回ぐらい変わるけど、全員殺される。で、これ何すごいなって思ったのかっていうと、地動説みたいなビジョンを掲げれれば、最強やなって思ったんですよ。もう死ぬリスクを犯してまで追求しちゃうんですよね。そんな何かをこう設定できれば会社もめちゃくちゃ進んでいくなっていう、僕たちにとってそれ何かみたいなのを考えました。コーチング的なセリフ出てくるんで、読んでみます。これ名言エグいっす。そう、名言、めちゃくちゃエグい。一番気に入ってる名言一つだけちょっと紹介します。何も覚えてない。何やそれ。スクショはしてるんですけど、頭にはね、もう10巻くらいで終わってます。10巻くらいで結構あの文字数とか結構多いんで。あ、そうなんや。これは見てみたいんですね。はい、ということでね、影響を受けた漫画を聞いてきましたけど、皆さんやっぱぽい感じになってますよね。まあぽい感じになったのか、ぽいから好きだったのかちょっと分かりませんけれども、僕たちの生き様に影響を与えるほどのやっぱ漫画って素晴らしいなということで、皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。